モリモリ国へようこそ。相変わらず常連さんね、モリバンはだって言ってるのにこんばんはだっていう子ね、絶対にこう曲げない、このモリモリ国民の言うことの聞かなさ言うことの聞かなさね。最初の挨拶はモリバンはですか、皆さん、モリバンはということで、いやー、しかしもうあっという間に年が明けたと思ったら8月、そして今お盆の時期ですね。皆さん帰省されてますかね。私は相変わらずこうしてモリモリ国へようこそやっておりますし、モリモリ国におるわけですがね、なんかね、2週間ぶりだね、実は3週ぶり、あ、そうなんですね。あれは見ない間に不愉快になってるような。あ、チャムさん、それはわからない。私最近体重計が壊れて乗れてないので、もしかしたらまた体重が体重がちょっとあれおかしいな。いや、そんなことないですよ。太ったんじゃなくて頬骨が出てるだけなんです。頬骨がちょっとね、ちょっと頬骨が出ちゃってるだけなので、この頬骨の中には、あ、そっち腕か、最近隠してこの腕ね。いや、実は放送前にちょっとこう羽織ってたんですけど、まあ、夏だし暑いからいいかなと、ちょっとね、歩く郊外に直ってみようかなと思ってこう脱いだんですけど、確かに腕がちょっとババアっぽいのかもしれない。もしかしたらちょっとお疲れ顔、しかもお疲れ顔とか言われてる。違う、お疲れ顔じゃないんだよ、老けたんだよ本当に。さっきも山さんとお話ししてたんですけど、JMO にもね、どんどん若い子が入ってきて、こう新しい風がこう吹いている中で、こうババアは淘汰されていくわけですよ。どんどん年取っていくわけですよ。多分だから今とか、モリモリ国へようこその最初の方とか見たらもうちょっと若いかもしれない。だん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 こうね、どうしても年は取っていきますから、この顔のたるみ、この腕の太さ、どん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 みんなね、みんな変わっていくんだよ。そう、そんなあなたももうおじさん、そんなあなたももうおばさん、そして私もおばさんです。はい。そう、体重計壊したわけじゃないんですけどね。まあそんなわけでね。脇肉やばいぞって何、ここのこと言ってんの、これこれこれ、ここ脇肉じゃない、これはパイオツですよ、パイオツ。いや、パイオツだよ、パイオツだって私は言い切るよ。何これお互いに生存確認 OK ですなって俺とね、いや、脇肉やばくないよ。いや、本当にこれはパイオツです。いい、はる、もしパイオツじゃないって言っても、私はこうやってこうやって入れるか、頑張ってこうやって頑張ってこう、こう胸に回す、頑張ってね、こうね。いやーね、ほんとね、胸は大きくならないのに、ここのお肉だけどん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 こう大きくなっていくっていうね。いや、ほんとね、取ったのかな、もしかしたら。やだな、取ったかもしんないな、もしかしたら。すごい気にしちゃうんですよね。太ったし、老けたし、そして、まあもうどんどんね、ちょっと残念な感じになっていきますけど、まあそんな私でも、嫌いにならずにずっと応援してやってください。はい。私は非常にネガティブらしいです。うん。ネガティブらしいですよ。なんか、あんまり自分を、よく言わないというか、なんか自分をけなす、自分を落とすのが好きみたいな。でド M じゃないんですけど、最近言われました。なんでそんなに自分をけなして落とすんですかって。で、私思ったんですよ、なんで自分をけなして落とすのかって。期待されるとめんどくさいからじゃないかなって思ってなんかすごいいい人って思われちゃうと、なんかそれを維持しなきゃいけない、大変じゃないですか。ちょっといかに楽に生きようかと思ったら、ちょっとダメな人間だと思われた方がいいんじゃないかなっていう、ほんと超ダメな人間ですね。自虐ネタ、今更何をなんか褒められるの苦手なんですよ。なんかね、恥ずかしくなる、照れくさくなる。森姉は綺麗だと、ほら来たよ、ほらチャームさん来た、そういうの良くない、ほんとそういうのいいです、そういうの大丈夫です。ほんとに佐野市に行ってね、ハッピー、ほんとすごく視聴率が良くって、皆さんほんとよく見てくださってて、お会いした時にすごい褒めてくださるんですよ、皆さん。だけどね、もういたたまれなくなるの。あ、そんなにそんなすごくないですからって、あ、テレビの人がいる、感動だとか、すごい可愛いこと言ってくれるんですけど、そんなことないよ、もうそう、歩いてるおばちゃん、30代のおばちゃんだよって、すごい言いたいんだけど、なんかこうね、こあんまりこう上げてほしくない、うん、でも下げてほしくない。あ、ちょっとめんどくさい、そう、私はめんどくさい女そう、私はめんどくさい女なの。そうなの、めんどくさい 女なんです。だから、このワンピース可愛いねとかよりは、一応脇肉見えてるよとかの方がちょっと安心します、そういや、脇肉ショックだな、ほんまに。